はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、先日ですね、募集させていただいた、アンケート集計させていただいた件ということで、この件に関してね、発表させていただきたいと思います。これ何に関してかというと、いわゆる南アジアの国々、の中で、南アジアの国々の中で、5項目が作れなかったので、5項目の中で、新型コロナ収束を行きたい国はどこですかというアンケートを取らさせていただきました。今回その発表と、今選んだ国に関しては全て行ったことがある国なので、言及させて、どのような国かというのは言及させていただきたいと思います。南アジアってことで、なかなかね、南アジアでどこかわからない方もいらっしゃると思うんだけど、インド、ネパール、スリランカ、ブータン、バングラデシュで、あとパキスタン、モルジブ、アフガニスタンが含まれます。アフガニスタンが南アジアじゃなくて西アジアっていうふうに言ってた方もいたんだけど、これは南アジアです。これ調べればすぐ分かるんだけど、南アジアです。西アジアっていうのは、いわゆる中東と呼ばれてるところなんだよね。中近東と呼ばれてるところが西アジアになりますので、アフガに関しては南アジアです。南アジア なります。で、中央アジアはじゃあどこかっつったら、中央アジア5カ国ということで、ウズベキスタン、トルクメニスタンね、キルギス、カザフスタン、あとはタジキスタンの5カ国です。で、南アジアがさっき言った8カ国ということで、その中で全てがね、ちょっと選ぶことができませんのでしたので、今回は、全部で5カ国ということで、インドとネパールとスリランカとブータンとバングラデシュを、選択させていただきました。その中で、投票数は460票ということでね、皆様ご協力いただいた方、非常にありがとうございました。この中で結果をね、ちょっと発表させていただきたいと思います。結果発表ということで、5カ国ということでね、その中でね、多くの方が行きたい国ということで、言及させていただきました。一番はね、インド、ネパール、スリランカ、ブータン、バングラデシュのどこかっていうと、ブータンでした。30% ブータンということで、インドが 28% 2位のね、なので、かなり僅差です。あんま大差なかったんだよね。そこからちょっと離れて、スリランカが 17%、ネパールが 16%、この3位と4位も本当に僅差でした。で、バングラデシュが 9% 最後に来たわけだけど、結果はこういう結果になりました。これはあくまでこのチャンネルにおいての有効、投票数が460票の中でのね、ことですので、これ一緒によってね、行きたいところとかね、いろいろ変わってくると思うんだけど、その中でね、やっぱり今回回答させていただいた、自分としてはどこかっていうと、ネパールに関しては学生の時以来行ってないので、20年ぶりぐらいちょっとネパール行きたいかな、この国で中で選ぶのであれば全て行ったことあるんだけど、20年前に、ネパール行ってそれ以来行ってないので、この動画でもね、20年前は動画やってませんので、その動画もないですから、写真はあるんだけどね。で、ネパールに行ってみたいかなって感じがします。ということで、今回ね、まずはじゃあ1位となったブータンから、言及させていただきたいと思います。ブータンということで、今から、3年ちょっと前、3年半年ぐらい前に訪問させていただいたんだけど、ブータンっては世界でも、一番国民の幸福度が高い国と呼ばれてます。決して豊かな国ではありません。その中でじゃあなんで幸福度が高いのかっていうところも調査させていただいたんだけど、その中でね、やはりその国民自体、仏教、チベット仏教が、の国ですから、その敬虔な、仏教とか多いです。その中で自分たちはやっぱり心の中でね、決して豊かな国じゃないんだけど、やっぱり幸せだということを信じる、豊かな自然があって、その中で恵まれた生活を行っている、恵まれてはないんだけど、ストレスのない生活を、やっているということで、そういった意味で宗教的な側面もあってね、やっぱり自分たちが幸福だと思ってるっていうのがあるのかなっていうのは実感させていただきました。その中でもね、やっぱり薬物が最近出回ってたりと、若い中心、当時中心に出回ってるとか、そういった問題も調査させていただいたんだけど、至ってこのブータンの人っていうのは日本人に近い感覚があって、割といい人が多いですね。正直者が多くて、いい人が多くて、人の心ことを気にかける、こういった意味ではね、ブータンは私は非常にね、感動深かったし、皆さんにお勧めしたい国なんです。ブータンの人は非常にいい人が多い、日本人ではあります、その心はね。だからタイの人と同じような感じなんだよね。その中でブータンに関してはティンプーとパロンに行きました。で、いろんなとこ行ったんだ。たくさん僧院って言って、眞子さまがね、たくさん僧院ということで、3000m のところにある山の上にあるね、寺院があって、その僧院があって、そこのところに行くの12キロ往復でしたんだけど、結構疲れました。高山病に近いような方ってね。で、
で、そこのところを往復してということでやったわけだけど、そのたくさんそういうのは絶対訪れていただきたいんですね。で、あとは、パロとティンプそれぞれ市場があります。昔ダショウ西岡さんという方、日本人の方がね、現地を赴かれて何十年かな、ずっとブータン農業のために尽くしてきた方で、ブータンの最高位に当たる、ダショウね、外国人として最高位に当たるものということで、初めて外国人でね、そのダショウを受けたということで、非常にブータンの人に尊敬されている日本人がいるんで、その方がまあブータン農業を改革したビニールハウスをやったりとかね、肥料を、まあ、他にも農業的な感じで、まあ、うまくね、農業生産の向上を図ってきたわけです。その中で日本に対しての対日感情も非常によく、ね、ブータンの国王、ね、夫妻が日本に来た時は感銘した方もいらっしゃったでしょう。その中でこのブータンという国はね、非常にこの山の景色があって風光明媚で、その中で人々が優しく純粋、うざまつかない、そう日本人と心が合う、そして親日、対日感情が良い、そういったところでやっぱりおすすめなんですね。でブータンの料理ということで割と体にいいものが多くて、そういったところでもやはりね、ぜひとも訪れていただきたいかなって感じがします。この風景が最後の秘境と呼ばれるぐらいなので非常にのどかなんですね。まあ、最近ではまあ首都のティンプなんかだと結構高層ビルが建ってきてるんだけど、それでもまだまだね、このなんていうかな、あの田舎感が残ってるっていうか、昔ながらの中、日本でいう江戸時代に戻ったようなもの、だから伝統の衣装を着ていたりとかね、普通にで、そういったことを垣間見ることができるのがブータンなんです。なのでブータンに関してはぜひとも訪問していただきたいかなって感じはします。じゃあブータンどのように行くかっていうと、日本から直行便出てません。タイのバンコク経由、もしくはインド経由などでカルカッタ経由で、入ります。でこの場合っていうのは個人で、現在まだ個人に行くことはできないと思うんだけど、一般人であればパッケージツアーで旅行会社のパッケージツアーで行く、これに関しては日本からだと大体30万ぐらいかかりました。これなんでこのぐらいかかるかっていうと、1日あたり政府の納めなければならない観光税が200から250ドルでした。だから自分の場合4日間行ってバンコクのところのね、日系の旅行会社を申し込んで、22、3万だったかな、4日間で。だから日本からだったら30万ぐらい。ただ最近それが安くなってきたというので、もうちょっと今安いかなって感じはするんだけど、いずれにしても経由という形で行って、まあ最低4日間ね、3泊4日は最低した方がいいかなって感じはします。はい、現地にね。ということです。なのでブータンに関してはね、多くの方が興味あるということで今回1位に選ばれましたけど、ぜひね、行っていただきたいし、このチャンネルでアキーラブータンというふうにやっていただくと、動画出てきますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。その現地の実力の動画ありますからね。で、2番目はどこかというと、インドが 28%、 インドが 28% ということになりました。ブータンの僅差でしたね。インドっていうのは、昔のいわゆるバックパッカーの人はね、非常にインド行きたいという収容が多かったんでね。で、今もそれはあまり変わらずということで、まあ、一昔前に比べたら、綺麗、インドも綺麗になってきたんだよね。でも、まだまだやっぱりオールドなんとかだよ、オールドデリーとか、オールドなんとかとかいう、まあ、いわゆる旧市街のね、ところに行くと、昔ながらそのインドの風光景を見ることができるということで、そういった意味ではおすすめです。インドはまあ、今ね、例えば25年ぐらい前の人口データぐらいで2倍が上がってます。今14億ぐらいになってるのかな、7億人ぐらいだったからです。一気にこう人口急増してます。その中で、中国をいずれはこの人口で抜くと言われている中で、世界一の人口大国になるのは間違いないでしょう。その中で、大都市が至るところにありということで、ゴミゴミした感じね、この交感神経が優位になってしまうようなこの風景を見ることができるということで、その中で非常にね、インドは刺激を求める人にとってはやっぱりおすすめの国かなって感じはします。自分の場合はどういうふうに行ったかっていうと、 TG でタイのバンコク経由でセントリアから、インドのムンバイまで行き、ムンバイから、夜行寝台を使ってゴア、そしてまた夜行寝台を使ってコーチで、そこから日帰りでタクシーをチャーターして、ウナールに行き、そして、コーチンから飛行機を使って、インディゴ航空利用してね、チェンナイに行き、でチェンナイから、同じく飛行機を使ってデリー経由バラナシで、バラナシでガンジス川を見て、その後デリーに行き、でデリーからアグラ、これタジマハルがある有名なアグラね、行って、そこから南に下ってということでアメダバードに乗る列車で行きました。でそこからまたムンバイに戻って、ムンバイから TG でバンコク経由で行って、バンコクから、まあ、別切りという形で、ホーチミン経由の日本経由でホーチミンストップオーバー途中航空という形でやらさせていただいたんだけど、その中でね、
インドに関してはすごくいいところです。特におすすめ、海が綺麗なところ見たければやっぱりゴアだと思うんだよね。でゴアっていうのはみんなインド人が嘘つくって印象あると。確かにもう北インドって結構がめついですね。平気で嘘つきます。でその中で、あまりそういうのじゃなくて、割となんだ、あまり騙されることなく綺麗な海見たいっていうのがゴアが一番ですね。ゴア日本からもちろん直行便出てないので、ムンバイとかデリー経由になるんだけど、そこがおすすめです。であとはムナールなんかも高原都市ということで、お茶っ葉がね、結構お茶畑があって、アイルベーダーのところに行ったんだけど、そこもなかなかおすすめです。でチェンナイ東海岸ということで、一応海岸も訪れさせていただいたんだけど、チェンナイも良かったかな。だけどでデリー、まあデリーとは必ず行くとんだよね、みんなね、デリーということで。でデリーからアグラって日帰りで行けるんです、あのタジマハルでね。だからタジマハルはやっぱり全部見ていただきたいし、インドはニューデリー、新しくなってるニューデリーとともにね、オールドデリーね、昔ながらのフィンカーのオールドデリー、牛の頭が置いてあったりとかね、豚の頭が置いてあったりとか、灰がたかってるとか、そういう姿を光景を見ることができてね、自転車、車、自転車、車、力車、まあ、そういったものが交差して、わーっと揉めて、こう揉めて、口論している、この喧騒感に満ちた感じを楽しめるということでおすすめなんです。で、ガンジス川、バラナシに関しては、ガンジス川をクルーズして、その沐浴している姿とかね、髪を洗ったりとか、仮灰を流したりとか、まあ、そういった姿を光景を見ることができるので、カンガーね、バラナシはまたやっぱそこは絶対行っていただきたい場所かなって感じはします。アメダバードなんかも見ても、アメダバードも良かったけどね。あとムンバイに関しては、大きな都市、大都市ですので、その意味で、まあ、バカランデロもあったんだけど、CST かな、という鉄道局があってね、それが世界遺産に登録されていたりするんだけど、そういったところもおすすめです。だからインドに関してはね、まあ平気で人を騙してくることが多いです。それに騙されちゃう。だからそういう駆け引きを楽しみたい、刺激を求める人はやっぱインドがいいんじゃないかなって感じはしますね。なのでそこら辺は、おすすめできるところです。で3番目はどこかっていうと、3番目に人気だったのはどこかというと、スリランカです。スリランカに関しては自分は、まあ、アキラスリランカでは昔の動画別チャンネルアップして見ていただければと思うんだけど、スリランカというアキラ、インドもそうだよね、見ていただけます。でスリランカに関してはスリジャワルダナプラコッテでコロンボで、そこから、ティッカドバに行ってウナワツナミリで、あとはキャンディ、そこら辺もありました。まあ非常にね、海がスリランカっていうと海って印象ないかな。まあ小さい、昔セイロンと呼ばれた国なんだけど、小さい島国ということで、海で綺麗な海とかね、サーフィンって印象ないんだけど、全部サーファーの人からすると、ね、結構知ってる人いると思うんですよね。サーフィンで有名なのが西海岸の、ウナワッタ、ヒッカルバね、そこから南にかけてです。そこら辺がやっぱサーフィンする人が行くし、まあ小さいゲストハウスがあって、ね、民宿みたいなやつで、その中でそういうとこ泊まって、まあ、海のオンザビーチということで面してるところでね。でスリランカの料理は、まあ、インドと同じような形で、さっきインドのことあるように触れたんだけど、非常にね、辛いです。インドカレーみたいな感じですね。だからそういった意味ではインドのカレーが好きな人はいいんじゃないかなって感じはします。治安に関して先ほど言うのは忘れてたんで、ブータンに関しては非常に良好です。インドに関しては、ものすごい危険、殺されるほどの危険というのはあんまりないんだけど、詐欺で騙されちゃうっていうね、日本人いっぱいいますので、そこは注意した方がいいし、スリランカに関しては、まあ、昔はね、内戦があった時っていうのはなかなかやっぱそれいけない状況だった時があるんですね、北部のあたりとかね。で今はね、割と落ち着いてる、たまに散発的にテロも行われているので、そこはちょっと注意していかないといけないんだけど、治安的には概してそういうテロとかの、ね、紛争を犯した治安としては悪くはないと思います。ただインドと同じような形で騙してくる人がいるので、そこはやっぱ注意した方がいいかなって感じはするんです。キャンディに関してはブシリっていうところがあって、まあ、昔、まあ、古都、まあ、いわゆるね、昔の風情が流れ、日本でいう京都みたいなところなので、やっぱキャンディもね訪れていただきたいし、自分は行かなかったんだけど、シギリア遺跡とかね、遺跡なんかも結構ありますので、その意味ではやっぱそのスリランカもおすすめかなって感じがします。スリランカにハマる人って結構いるんだよね。インドにハマる人もスリランカにハマる人も結構いるんですね。でネパール、4番目にネパールということで 16%。 ネパールに関しては学生の時なんでかなり前になるんだけど、首都のカトマンズね、まあ、その当時20年前に行ったらカトマンズなんていうのはもうアスファルトじゃなくて砂利道でね、その当時はね。でまあ昭和40年代、20年前ですからね、昭和40年代のような車がいっぱいもう高校で走って排ガスを、ねまあ、出し て、ね、結構汚れてたんだけど、今も大気汚染が結構、ね、異常に問題になってるんだけど、その中でなんていうかな、まあ、自分はまだ学生の時だったからね、まあ、20年ぐらいだったらまだまだ海外そんなに行ってない時だったから、その中でこう刺激というかね、まあなんていうかこの首都であってこんなにアスファルトじゃなくて砂利道
でこんな昭和40年走ってる、そこがものすごい刺激的だったんです。でネパールの人は割とね、あのブータンの人に近い感じ、まあ、ブータンほど行くか分からないんだけど、割とやっぱり優しくて、まあ、親切な人が結構多いのが、これまた実情です。なので人としてはネパールは俺は結構良かったかなって感じはします。その中でチトワンとかね、ポカラ何個も行き、エベレストを見たりとかね、ポカラだったかな、あれは、まあ、リゾートということでちょっと楽しんでね、あの川下りしたりとか、ワニがね、いきなりいたりとかね、びっくりしましたけど、いろいろ楽しむことができました。エベレストを見ることもできますので、まあ、エベレスト登る人もいるだろうけど、なかなか一般人は登らないと思うんだけど、エベレストが見れるという点でもやっぱりすごいかなって感じはしますので、ネパールもね、ぜひ行っていただきたいです。で先ほどちょっと言い忘れたんだけど、スリランカに関しては直行便がね、飛んでる、今はもちろんこの状況で、ね、飛んでて、今まだ飛んでるよな、あのこの状況がない場合はね、そう、コロンまで飛んでると思うんだけど、ネパールまでは直行便がないですね、まだ。で、その中でタイ航空でね、タイ経由で行ったりとか、インドの航空会社で、エアインディアとかで、インド経由で行くこともできます。まあ、他にもいくつも、まあ、行く方法はあるんだけどね。なので、まあ、そういったことです。で、最後にバングラデシュね。バングラということで、まあ、自分はダッカだけ行ったんだけど、アキーラバングラデシュやると昔の動画出てきて、それもう9年ぐらい前になるかな。あのバングラ行ったのはね、9年ちょっと前、9年3ヶ月前なんだけど、結構昔のまだ30ぐらいの時の映像出てくるので、まあ、見ていただければと思うんだけど、まあ、ものすごいですね。あのインド以上に多分きついと思います。あの遅れてるんで、なんていうかもう中級の1泊50ドルのホテル泊まったんですね。で割といいホテルだと思ったけども、必ずこの停電がね、10分に15に1回ぐらいなります。なのでインフラが整ってないと分かったし、まあインド以上にこの喧騒が満ちてる、ダッカに関しては人口密集してる、人口密度が非常に高いことでもね、あの非常に知られてるんだけど、その中で人々が行き交って、で自転車とか陸車とかオートバイ、車がこういう交差して当たって、まあこうわーってやり取りしてる姿が非常にね刺激的だから、刺激を求める人はねいいんじゃないかなって感じがして、まずはねインドから行って、その後バングラデシュ行くっていうのもいいと思います。でその中で、まあバングラデシュに関してあんまり人気なかったっていうのは、まあ、テロがありましたからね、その中で日本人が4年ぐらい前かな、4、5年前に殺されてますよね。その中で、それでイスラム教ですからテロがあって、それで殺された例があるんで、あんまり人気なかったと思うんだけど、バングラもインドに比べたらちょっとね、人はね、俺はいや一般の人ね、いわゆるその観光じゃなくて一般の人は割と俺は良かったかなって感じはするんです。その中でね、まあ、バングラということでいろいろと言い方していただいて、楽しませていただいて、イスラムの国なんでイスラム教の寺院を中心に回りましたし、あとは、ブルゴンガ川っていう川があって、川のところね、まあ、ホテルの前にいた立車と交渉して、1日いくらで全部立車に案内してもらいました。北朝鮮の直系のウエストがバングラデシュのダッカにあったりとか、そこも訪問させていただいたりとかね、して、その中で教会があったりとか、イギリスの植民地時代にできた教会とかね、あとは、旧市街がものすごく喧騒から満ちてるんだよね。だから、アキラバングラデシュにまた見ていただければと思うんだけど、非常に、喧騒感に満ちたところです。ということで、バングラデシュなんかももし行ったことない人は、俺はものすごいおすすめしちゃダメなのか。治安的にはどうかっていうと、テロの脅威もあるんだけどね、まあそれもまあ運もあると思います。ただ、テロの脅威もそうな、治安的にはそんなにものすごいいいかって言ったら良くないんですね。強盗が結構多発してる、多発でもないんだけど、自分は一回も会わなかったんだけど、強盗が結構出て、住居を持ってることもあるので、やっぱそこら辺気をつけないといけない。実際被害に遭われた方もいますからね。そこだけはちょっと気をつけていかないといけないかなと思います。ということでね、今回ね、5カ国アンケートで集計させていただいた、南アジア5カ国の、集計結果発表と、今まで自分が行った国なので、まあ、どういった国かっていうのを、発表させていただきました。まあ、このアンケートに関してはね、今までいろいろやらさせていただいたんだけど、まあ、この間のやつ、南米のやつが分かれて間違えて消しちゃったんだよね。間違えちゃったんだけど、残念ながらね。で今後ともこのアンケートに関しては続けさせていただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんチャンネル登録もしいただいてない方がいたらね、まあ、じゃあチャンネル登録いただいて、これからも有意義な動画発信をしていければ、基本的には自分は今、まあ、現地自動で、ね、動画アップしていったりするチャンネル中主流なんだけど、今のこの状況がいきませんので、まあ、できるんだったら現地からの動画もアップしていきたいと思ってます。まあ、それで昔のストックがあるので、ね、その中で昔の動画もちょっと編集してアップしていこうと思ってます。よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。